ブラック羽川さんへ。はじめまして、というのも変ですが、羽川翼です。あなたには迷惑ばかりかけてしまって、本当に申し訳なく思っています。償って、償いきれるものではないでしょう。だから私は、本当はあなたにこんなことをお願いできる立場ではないのですが、あなたに頼るしかありません。助けて。助けてください。私を助けてください。あの巨大な虎、過去の正体というのは、あなたと同じく私の心が生み出した新種の怪異です。あなたがストレスの権化だというのならば、過去は嫉妬の権化です。その嫉妬の総量が一気に域地を超えたのが3日前のことです。私はその時はっきりと目撃していたのです。彼と彼女が同じメニューの朝食を食べていたこと、燃えるように嫉妬しました。それだけで私の嫉妬は域地を超え、そして過去を生み出したのです。そらしていた目を正面に向けます。だからお願いします、ブラック羽川さん、過去と一緒に帰ってきてください。どうかどうかお願いします。ズーズーしいお願いですが、ズーズーしくなろうと決めました。多分荒木くんはがっかりするでしょうね。荒木くんを落胆させたくはない。私はとうとう一度だって彼に好きだって言って